藤原重則は、平安時代後期の苦行、歌人。藤原南家邸継流、小納言、藤原道則の三男。下には、聖二位、中納言。桜町中納言とゴース。蕎法王の陰法岩台。右この絵将元を経て、九十万年十五位下に除釈される。九十三年、左絵門の差。同年七月に発生した、方言の乱を経て、父、 新勢が県世を握るとともに、方言二年に、聖五位下、左近江絵少将、方言三年十四以上、左近江絵中将、方言四年に聖四位下と急速に昇進を果たす。またこの間、とうとう海守る、針間守ると地方官も兼ねた。さらに、平野清盛の娘と婚約し、その前途は万弱であるかに見えたが、平時元年の平時の乱において新勢が、 殺害されると状況は暗転、平家の六原邸に逃げ込んだところを、信頼法の警備氏に引き渡された。乱の終結後、戦乱を招いた一方の当事者として、新税の罪状が問われることになり、それに連座する形でその子息たちはことごとくる罪となり、政権も改館され下谷国に入るとなった。しかし、英略元年2月には早くも赦免されて、平安刑に召し返され、 同年十二月本位に復して、太宰第二に任せられる。またこの頃、意味直政藩と改めた。任南元年、六条天皇の即位に伴い十三位に、除せられ、苦行に列すす。この後、任南二年に肖像くらい、上安四年に、三位、安元二年に、県中納言、自称四年に、十二位と昇進する。二年、二位、中にり、 同年十二月に中納言を辞任。この間、小白川法王に執事別当として身近に使え、自称三年に発生した自称三年の政変において、法王が賭場殿に遊兵された際にも、兄弟の治藩、条件だと共にその傍らに出入りすることを許されている。また、文字元年に源義経が兄、頼朝から離反した際には、 義経と同心している権威をかけられた。文治3年2月18日、病により出家し、同年3月16日死去。去年53、ありがとうございます。